ただーん、完成です。わお。それではいただきます。あー、とろける。に溶けて消えてしまいました。うまーい。いやー、アボカドの爽やかさと濃厚なウニの旨味がマッチングしています。そしてわさび醤油を加えることによって辛くなるかなと思ったら、とんでもない甘みを感じます。いやー、これはうまい。じゃじゃじゃーん、谷川だけ。それでは乾杯。おいしい。